緊急事態発生、緊急事態発生、金リンゴが盗まれた、直ちに泥棒を逮捕せよ。ふっふっふ、ついに手に入れたのだ。金のリンゴなのだ。今は危険すぎて販売中止になってしまった禁断の果実なのだ。どれどれ。お、ハートが増えていくのだ。これは禁断の果実になるはずなのだ。リンゴ泥棒を発見、直ちに逮捕せよ。見つかったのだ。あり余る体力で逃げ切るのだ。捕まったのだ。体力が増えても力は強くならないのだ。どうも、トライトです。今回の統合版マインクラフトバージョン 1.20 のバグは、金リンゴを食べるとハートがどんどん増えていくバグについて紹介いたします。まず、金リンゴの通常の仕様として、食べると金色のハートが2つ増えます。これ以上食べても2つ以上は増えません。しかし、今回のアップデートで、複数食べると銀色のハートがどんどん増えていき、最大8つまで増えていきます。結構やばいバグが来てしまいましたね。ただこちらのバグは以前にもありました。バージョン 1.19.30 の時にも同じバグがあり、今回はそのバグの復活という感じですね。修正されたはずのバグが復活し、金リンゴだけで金ハート8つまで増やすことができます。サバイバルではとても便利にはなりますが、ミニゲームなどでは食べれば食べるほど強くなってしまうというヤバいバグです。金リンゴを使うミニゲームでは気をつけましょう。以上、統合版マインクラフトバージョン 1.20 のバグは、金リンゴを食べるとハートがどんどん増えていくバグについて紹介いたしました。よかったら参考にしてください。サバイバル勢にとってはラッキーですが、ミニゲームで金リンゴを使っていたらハートを増やし放題なので気をつけてください。そしてまさかのバグが復活とは思いませんでした。どうしてもこれを仕様にしたかったのかな。こちらはスイッチ版 iOS、Android、Win10 版の PC、Xbox 版、PS4 にもあるバグです。それでは以上で終了いたします。ご視聴ありがとうございます。またよろしくお願いいたします。